三つくり玄保旧宅は、岡山県津山市、旧出雲街海道沿いにある津山藩の洋楽者三つくり玄保の成果で、国の史跡に指定されている。三つくり玄保は、江戸時代後半の洋楽前世紀の中心的な学者の一人で、洋楽所や首都館の設立に努めたほか、外交にも携わり、医学省はじめ語学や地理、歴史、 兵法など多様な分野の200点近い翻訳著述を行い、西洋文明の輸入消化に大きな功績を残した洋学者である。三栗家は、元保の5代前の当主であった、祖祖父、定弁の世代から異業に携わり、元保の父である三代目、定方の時代から津山松平家の範囲を務めた。三栗元保旧宅は、三栗家が元禄時代から居住し、 父や二人の兄の溶接により12歳で家督を継いだ、元保が1812年に14歳で、現在の津山市、戸川町にある邸宅に転居するまでの少年期を過ごした家で、1975年3月18日に国の史跡に指定された。木造平屋建てで、延べ面積148.861平方メートル。通りに面した島の間口の幅に対して、 奥行きは17マ程度と深い。道路に面した、面したスペースは仕事場として使われ、奥に奥座敷、その奥に壺庭が作られ、さらに奥に離れ屋や土蔵などが建つ、江戸時代末期の街道筋の町屋の特徴を現在まで残している。また、幾度かの洪水によって受けたと思われる痕跡も見ることができる。旧宅はかつて、 出雲街道と呼ばれた街道沿いに位置し、津山城が築城された、元七年間の末頃には、林田新町と呼ばれ、町屋が立ち並んでいた一角にある。当地は、水陸交通の要衝であったことから次第に繁栄し、1626年に、老人、佐々木太郎兵衛の西岸によって城下に編入された際に、東西二町に分割され、東新町及び西新町と呼ばれるようになった。 三栗家転居後、旧宅は明治から大正時代にかけて家事や豆腐屋などに使用されていたが、戦前から三栗家の移行として注目されており、1934年に津山市教育委員会が検証のために木柱を設置し、1942年に津山市が土地家屋を買い取りした。1945年以降は宇田川、 三つくり明らかいを中心に保存対策が検討され始め、文化庁の監督指導のもと調査研究が進められた。現在は三つくり原歩の人格形成やその障害における活躍の素地に影響を与えた場所として一般に公開されている。かつての外観をもやはなれ三つくり原歩旧宅は史跡に指定された当時すでに建物全体が老朽化して、 雨漏りや損傷が激しかったため、根本的に解体復元が検討された。解体の際には、旧来の構造や原稿が居住していた、当時の様式に復元することが求められたが、当時の意向は、調査によっても知ることはできなかった。そのため、江戸時代末期の町屋の復元に方針を定め、解体時の実測調査資料や残存している痕跡、近隣の町屋などを参考に、 旧来の広報や手法感覚を尊重して復元工事が行われた。なお、解体時に牧書類は発見されておらず、一部に番付が見つかったのみである。祖籍の分布を見ると、旧宅の建物は全体的に小型の河石を使用した非常に簡略な作りをしていた。愛国柱には山石が使われており、これが祖籍の中で最も大きなものである。 母屋は、解体前に、土間の東側に増設されていた部屋を取り除き、従来の状態に復元された。中2階にも後に改築された痕跡があったため、旧来の吹き抜けに復元された。正面入り口は、解体前には、間口いっぱいに板戸が据えられていたが、近隣の町屋を参考に、西側に見分を格子窓とし、東側に見分をくぐり戸を備えた板戸とする。 旧来の形に復元された。離れ屋は解体前には住居として使用されており、東一軒は増築されたもので、かつては土蔵であったことが使用されていた材や痕跡から確認されたため、こちらも復元にあたっては土蔵に戻された。風呂は解体前のものは比較的新しいレンガ作りであったため、旧来の状態を尊重して撤去された。 便所南側の渡り廊下は老朽化が激しく、屋根はほとんど失われていたが、使用材、痕跡等から復元された。便所北側の渡り廊下は、土蔵を改築された際に汚設されたものであったため、取り払われた。また、便所や井戸の北側に設置されていた物置した矢は、いずれも再使用古材で後に増設されたものであったため、撤去された。なお、塀については、 旧来は存在しなかったが、防災、防犯の観点から、新たに新設された。付帯設備である照明、コンセント、火災放置器、防犯ベル、給水、屋外消火栓、排水設備は、史跡全体の調和を崩さないように配慮しつつ、新たに付加された。岡山県津山市西新町六津山城の東側の上東町並保存地区内にある。ありがとうございます。